中達也、日本空手協会総本部師範。世界各国で武道空手の素晴らしさを伝えている。進化し続ける中の探究心はとどまることを知らない。スポーツみたいな加速度使っちゃうと相手はパッときちゃうんですよ。だから武道的には等速度でスッと引くと、ごめんこれ崩れるんですよ。例えばみんなにちょっと一言もできるんですよ。あれがそれ、はい、ついてくる一言もできるんですね。同じ技でも何でも使える。一瞬でどうしても相手の意識っていうのは上げた方に行く、こっち行くんですよ。この瞬間こっちで倒す。あとはここでも取る、こっちはいい。でこの勢いで前足引くんですよ。それもあの重力があるから倒れ込む、倒れちゃうね、肘は。でそのくね、江戸時代の文献読んだり、昔の秘伝書っていうんですか、伝書読んだりして、考古学と一緒ですよ。洗い直してそういう意味かなと思ってまた体で稽古して。先人たちの大いなる遺産を学びたい。前回は和道流と沖縄郷中流を体験した。第2弾の今回は少林寺拳法。この線見て、下がる。驚きの技の数々に笑いが止まらない。あなたもきっと笑顔になる。取りましたちゃんと。竿をつけた状態っていうのが本郷禅の僧侶としての、まあ、清掃という。清空己こそ、己を破って、己を起きて。我々もそうしたダーマの計らいのもとに生きております。そうした命の尊さをやはり心に刻み、日々生きていきましょう。よし、うちは開祖がその入った時にはすでに身が守れるようにしてるって言うんです。金的と目打ちを教えるらしいですね。それはうちの武器なんです。身内はこうやっていくんですよ。これがまあこうやって密着させて、これこう入ってくる。おお、思い切り、思い切りそっと。はいはい。これ片目に入る。こうあります。ここ同じです。本当はこれで一気に行くけど危ない。パーッと落とす。体重、そうすると膝痛めちゃうからやらないだけです。そうですそうです。オッケー。それはうまい、やっぱり。考えもつかなかったですね。ここそうだ。こうけ。あ、マジ？でもあれなんですよ。痛めでしょ。痛めでしょ。もっともっと戻るでしょ。形の肩だけじゃないですよ。方がついてるの。これは階層が。ここには理論があるって言って、この理論を形を通じて理論を理解しろと、そしたら応用が効くようになるからという意味での方形ですから。すごいすごいすごい、打ちやすいです。打ちやすいです。つけいいですか。すごい。必ずこういったらこう入ります。ほう、この指をお腹の方にこういったらうわ、全然違いますね。下向きですね、これ下向きですから。はい、そうですね、ああいう。おお、左足もうちょっと左です。あー、オッケーです、オッケー、オッケーです。もう取られた時にもうこっちから、はい、押し込みながら回転。
こっちに押し込んで、そうですね、楽はぁ、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 小さくやると、いや、ほんとちょっとした角度なんですね、取らせる、はぁ、人間で掴んじゃう、クリーしたって、そういうもの、はい、この線に対して直角の方向にこういうふうに落として、わかりました、おっ、抜群だね、ゆっくり乗ったら普通の泳ぎ、ここで入る、ここで分かっちゃうですから、見えない、このまま入る、これ一瞬でこうずらすイメージ、急に伸びてくる、そうですね、はい、急に伸びてくる、急に伸びてくる、急に目の前に、そうそう、急にワープする、はい、それ忘れたんですか、いやもう、ShorinjiKempo と、はい、こういうスポット、前代日本、前代日本なんですよ、はい、ね、史上初、やった、やったね、こうなりますね、ね、掴んじゃうんですよね、掴んじゃうんですよね、話せないですよ、自分から近寄っちゃいますよ、でも僕は私にかけた